今回はペンや筆ペン、器具の、使い方、持ち方、角度、いろいろ試してみようと思います。ですね。まずはちょっと、グセナの孔子廟堂碑の、ここの部分を、書いてみます。かなり寝かして、書いてみます。大きく。いけん。とこうあるんですけれども、筆立ちサインペンで書いたらどうなるか。太くならない分、大きく描くのは結構厳しいですよね。じゃあ、応用中の旧石油ですね、を筆ペンで描いたらどんな感じでしょうかね。立てて描いて、
ということで、これを、じゃあ、この筆タッチペンで書いたらどうなるか。まあ、こんな違いがあります。さあ、担当者行事この位置をちょっと書いてみます。細い線なんで筆タッチサインペンでもかなりいけるんじゃないかなと思います。これでもいけるんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、この程度の違い、それほど大きくないと思うんですね。と書いてきたところで、ていうか神経で打つとどの程度違ってくるかですけれども、さあどうでしょう。さあ、これを筆立ちサインペンで書くとどんな感じか。やっぱり結構力入れないといけないんですけど。先が痛みます。これだけ力強く書くとなると、お先に負担、力の負担がかかりますね。このように